ギルーのペラペラ喋らないと第4夜。これは週替わりのゲストがお題カードに従ってトークをする公開番組じゃよ。さて今週はひな壇メンバーにメールが届いているのよ。はじめまして、ベルベットさん。この前貸した100ガルドを早く返してください。借りてないわよ。まずあんた誰？リアクションしちゃった。めでたく全員参加したところでゲストのご紹介。美縁風に次ぐ我らがマスコット、こやつじゃ。僕って美縁風の次だったんだ。なんじゃ、某は自分の方が可愛いと思っておったのかい？そういうわけじゃないけど。そういうわけあるからショックだったんじゃろ。いかんいかんぞ。おごれるライフィセットは久しからずじゃ。いい機会じゃから皆の前で謝ったか。さん、はい。美縁風より自分の方が可愛いなんて思っててごめんなさい。二階席のお客さんにもすみませんでした。ライフィセットいいようにもてあそばれてるな。よし、心を入れ替えたところでお題カードを引くがよい。これでカードオープン。今だから言える真実。反省ついでじゃ、こっそりベルベットやエレノアの服の匂いをクンクンしてしまったとか。大公開せい。フィーはそんなことしないわよ。そうですよ。うん、あるよ。みんなに秘密にしていたこと。僕、マギルーが脱いだあれにこっそり。なんと、ボーのターゲットがわしじゃったとは。昨日のことなんだけど、僕、草むらでふわふわした変なものを見つけてね、ベルベットには触っちゃダメって叱られたけど、どうしても欲しくてこっそり宿に持ち帰ったんだ。でもちょうどいい入れ物がなかったから、マギルーが脱いでた帽子に入れちゃったんだよ。そのふわふわの変なものってまさか。そう、カマキリの卵。つまり今わしの帽子の中で大量にもぞもぞ動き始めたのは。いやライフセット、マギルーが取り込み中だから代わりに締めてやれ。うん、連続キーワード4つ目はリ。次回のゲストはベルベットだよ。はいはい、マギルーがカマキリに食い尽くされてなかったらね。怖いことを言うな。また来週。